第7回宮島リンカップシリーズ初日の攻防も最終12レース。あと15分ほどで満潮時刻を迎えます競争水面は、本日のメインカード、宮島リンドリームです。対戦メンバーは、1号艇西島義則、2号艇伊藤恵三、3号艇山本博久、4号艇村越康、5号艇佐久間明、6号艇丹下保つ、以上6名の対戦。定番通りに待機行動が進みます。インは1号艇西島義則です。前半は諦めずの猛追も逆転には至らずの3着。破損したため、ここはボートが変わっています。人気の中心西島がインにどっかりと座ります。2コース2号艇伊藤恵三、前半は5コースからトップスタート、鮮やかなまくり出しを決めました。3コースは3号艇山本博久、エンジンパワーに手応えあり、前半は逃げて1着。佐渡は4号艇村越敦史、前半は競り勝っての3着。5コースは5号艇、今日は誕生日です、佐久間明。前半はまくってレースを作っての悔しい2着。トップコースは6号艇、前半3着の丹下保です。風は緩やかなホーム、向かいの風。第12レース、宮島リンドリーム、内から、1番、下段、3番、4番、5番、6番でスタートしました。銀の1号艇、少し立ち遅れました。トップスタートは3コースから3号艇、山本。いい人一番手と向かっていく。3号艇がまくっていく。まくり出しは4号艇。小回り1号艇の人をついて、6号艇、握っていく5号艇で、バック側に入りますが、さあ、ここは4号艇、村越敦史が先頭。2停身で3号艇、山本が2番手追走。さらなく5号艇、6号艇がつけています。スタートは正常でした。2マークトップで4号艇が回っていく、続いていく5号艇を回して3号艇が差し返す。ホーム側に帰りまして、先頭キープは4号艇村越ですが、内から3号艇山本が上がってくる。4番と3番トップアウト直線でボート半分だけ、外側の4号艇が覗いてレースは2周目、2周の1マーク。さあ、内から3号艇山本がコーナー先取っていく、差し返す形で4号艇。バック側に入ってのトップアウトですが、ここは3号艇山本が逆転。一定市販リードを取ってきました。惜しくも2番手が4号艇村越、定価相手3番手や単独で5号艇佐久間、最低は3番4番5番です。2周の2マークトップで3号艇山本、2番手は4号艇村越、その後5号艇佐久間が旋回してホーム側に帰り、上位の最低は3番4番5番となってレースは最終周回です。4番手以降水が空いて、6号艇丹下、1号艇人気の西島、最後方が2号艇伊藤となっています。3周1マークを終えてバック側に入りました上位。上位の体勢固まって3番4番5番です。このまま3番4番5番で決まりますと、3連単のオッズは 80.4 倍となります。さあ、ここは逆転勝利です。3号艇山本博久、今日は前半逃げての連勝。ソリストメインカード宮島リンドリームを制するのは山本博久。ダストスターマークから最後の直線コース、上位の体勢は3番4番5番です。第12レース先頭3番ゴールイン、4番ゴールイン、5番ゴールイン、6番1番ゴールイン、ラストで7番ゴールイン。